超よりむずい。超よりむずい。超、超解けるもんだって。しかし大は解けん。難しいな。意外とやる気になるんだ。休養明けが早すぎた。ボンバーマン。ドラゴンスピリッツをクリアするっていうんでもええんやけどな。オプションないのかこれ。上にもあったんかそんな。いけるいけるいける気がしてきた。あるんかいタイムこれ40秒だ。で短すぎんかタイム。おっ、おっ、黄金の鎧だ。嘘やんこれ。待て待て、おい、うわっ、ちょ、え、3秒とか嘘やんこれ。なんでこんな時間が短い。え、おい、嘘、あ、1分あった。2分30秒。2分うっちゅー、来た俺の円盤、これ良かったやつ。円盤はいいですよ、魔法もいいはず。うっちょボロ、あっいやもう俺は円盤から買えんよ。これは相当使えるやつ。しょうもない、危ない、ちょっ埋めすぎだろこれ。いやでも次で銀の鎧が手に入るはず。おい、ちょ待てって、これすり抜けるむずっ。おい、コンティニュー2回しかないぞ。こんなんで解いていけっていう。本当？岩のところの音楽聞きたいよな、俺。岩が跳ねてくるところ。この音楽は結構いい。ちょい。え？せこー。ほら。せこすぎよ。パキサキ行けじゃ、ここはもう。おい、はいはい、おい、さ、
半分来たじゃろこれが多分。ああ思い出すなこれ。もうすでにまあまあきついけんな一面で。半分来た。なんだかんだ半分いったらどうにかなるゲームだ。はい。覚えゲーだしな。はい。はい。はい。おい、ちょ。ああ、もう死にそう。ああ、思い出すわ、これ。これむずい。基本しゃがむ。違う、こいつは違う。おい、あっちょっあえ、これ本当？これお前無理じゃね？俺で1の1に戻されたら俺やめるで。マジで無理やけ。前のあのプレステでやりよった時のはまあまあぬるかったってことか。ということはあれやりたい放題やったぞ。思い出した。ちゅうきちくきちく。この辺でなんか豚が来たはずよ。これは覚えちょる。まあまあ動きのええ豚がおったはず。うん、おった！ふっつ！ああ！はあ！こんばんは。これひどすぐる。はい。連打力がものを言う。これはおいおい、この辺で宝箱があったはずない。俺覚えてる。ジャンプ。ほら、あった。よし、いける。バカ、おい。うわあ、ちょ。威力も上がっとるのかな。おい。連打、連打力。ここで一回出さしとく。あーちょい、おい跳ねてくる。勝った。ボスまで行ったらなんとかなる。俺は来た。こいつには負けん。俺は勝てる。そう、勝てるんだ。トゥトゥー。こんなん食らわんっしょ普通に。勝ちたい。ここは負けたくない。悔しい。絶望や。なんで今ビビった俺。なんか出とった。これ鎧じゃんか。
おいおい、なんでこんな強い。罪、罪よこんな。手の位置とか、はい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 。せこいわ。待てよ、マジで。できんし、マジでこれ。えぐ。はぁ、あ、終わりな。クレジットする。こんなん無理よ。俺帰る、もう。俺は無理。クレジットないよ。おかしいだろ、こんなの。なんで9期で解けるんだ。課金しろ。いや、前のはできよったぞ、俺。まちまち配送。無理よ、あんな。一面すら解けんわ。やっぱドラゴンスピリットよ、こうなったら。俺でも解けそうな。じゃあ何やるんだ、これや。俺がやりよるわけじゃないぞ、これ。一面は勝てる、俺は。きっと。タバコ吸わさせてくれ。これセガスターンでやりよったよ、アツシの。俺の思い出は。一面しか解けんかった、正直。セガスターン、俺は持ってなかった。スーチーパイと、これと、バーチャファイター持っとった。スーチーパイ、乳首がないんや、あれ。セガスターンでやったら。ピエーースーパーリアルマージャン。よし、行くか。トゥトゥトゥー。もういろんな面あるんですね。トゥトゥトゥいい動き見せてやるわ、俺が。一面は解く気合で。2ヘッド。連射ついてない。強くする。3本、3本、頭3本。うっつ。なにこれ、いいやん。あら、良くなってきたぞ俺。
いいの撮ったかも。ホーミングだ。スイート。あ、終わり？もうまさか。終わるのか？終わったら死ぬぞ、俺は。いつ終わるの？やばい、終わった！こいつら。移動しながらか。やばい、途中からだ。これならいけるだろう、ボスぐらいまでは。つらら左右左右来た。近っ。いや弱いな、これは。これは勝てそうだ。対処がピー食らってる。無理よこんなん。途中からかもしれない。さよなら。あ、タイトル、ドラゴンスピリットです。超兄貴やってみようかしら。メサイア。ランマだ、これ。おお。大銀河ボディービルコンテスト10連覇を果たした。ビルド亜生の帝王にも不安があった。母性の残留プロテインが底をつき始めたのだ。筋肉こそ最高の美徳とする文化がため、近隣の惑星は無差別侵攻を受けていた。この様子を展開で見ていた伊達天と弁天は何とかどうなった。ドゥドゥノーマル。え、何イケメンじゃん。イケメンで行くわ俺。
え、何これ、どう始まっとんか。グラディウスか。何アクションシューティングじゃんこれ。連打が効くぞこれは。こんなグラディウス、グラディウスやるだろう。きつくっすな。あんで、おっ、弾幕ゲーかこれ。こういう作業は得意だよ俺。どこ当てたら変か分からんぞこれ。違うのか、当てる場所が。当たってないかこれ俺。うわっ、ファイブ、なんじゃんってこれ。フリーサウント出ない、無理よこんなん、俺に合わない。ファミヘみたいなボールは。ルール。ゲートボールとは。お姉さんが教えてくれるぞ優しく。ゲートボールというゲームは赤チーム、白チームが5人ずつ計10人交互にボールを打ちゲートを通過してその点を競うという基本的には非常に簡単なゲームです。でもそれとは裏腹に。初めてこのゲームをやる人は、ゲートボールってこんなにも素敵で奥が深いものだったのかと言わせるほど作戦が勝負を決定づけます。つまりプレイヤーのテクニックだけではなかなか勝てないって言って、それじゃあこのゲームのルールをよく覚えてね。私陰ながら応援してるから頑張ってね。制限時間って言って公式プレイ時間は30分。え、でもどちらかのチームのメンバーが全て上がったらそこでゲームセット。何言ってたこいつ。ショットは10秒以内で打つんだけどもたもたして10秒超えるとタイムオーバーで打てなくなるから気をつけて。得点システムはゲート、通過はみんな1点、ボールポールがあって上がると2点、だから計5点。つまりチームとしては最高25点得点できるの。同点の時は上がり第3ゲート、第2ゲート、第1ゲートの順で通過ボールの多いチームの勝ちになる。もうめんどくさい、まあ、とりあえずやってみよう。シミュレーションモード。なんでこんな、お前女はいろいろ用意しとんの。レクチャーモード行ってみよう。
パッドの種類は何だろう、この芝、芝でいく。こんなもんじゃ俺。スタートセット。次のとこに狙いをポールを当てに行くか。おい、ええ、どうなん、なんすこれ、ポールが最後や。はっ、ちょ待てって、おい、あ、次のやつか。こいつも、ということはこの辺まで行ったらいいってことか。行け、ジジイ。ふん。ジジイうまいよ。こっからこっちにさらに行けるってことだろう。いや、この辺まで行こう。このおじいはできるおじいぞ。ふん。あはは、なんで、また4人目はこっから行けるんか。まあやっぱこっちまで行くのが得策じゃろうて。あっ、なんだこいつ使えねえ、難しいな。お前は行けよ。何読んだのこいつ。こんな感じか。ここ、ハゲショット、よし、もう終わりやん。こんなん絶対無理ですやん。じゃポール狙ってみるか、パワーファイターで。なんかすり抜けたっす。これはひどい。最後まだ打てる俺。こんな25点取れるやつおるんかい。どんだけあれなんだこいつら。こっからなら狙えるぜ。しかし角度がまずい角度ですね。カーブとかないんだこれ。あそこに当ててコンコンって通す。これだ。7人目ということは最初こんぐらいで行った方がいいかもしれんな。で次のあそこを狙うと。うまいうまい。でこっちを通して、ここで止める。そう、なんでやってるね。何したらいいのこのゲーム。マジでよく分かってない。1P と 2P 両方やってるんだ。え、通せば通すほどええっていうもんじゃないんこれ。
て。あいつマジでまともなことしゃべれやな。ここまで行くか。こうなったらパワーショットで。腹のこっからなら狙えるぜ。あっこ、ちょっと難しいが、ここ入れたら多分違うじゃろうて。なんで相手のボールが当てるんだ。あ、さらに当てていって、これで当てたらいいんだろう、ボールに。10番にぶち当てて、こっからナインボールよろしくあれしちゃったらいいってやつ、ビリヤード的な。僕がっけ、これあったらいいんじゃないか。わしが決めよう。ピヨン。銃をスパークって。まず10がないんやけど。棒にぶち当てたらええってことか。自己スパーク、ちょ、時間とセット、いや一回やめたいんだが、メニューに戻る。ダメだこれ放送事故。続きまして、ここでついに俺はレースを出ることになった。3文字しかない。それっぽい。あ、ミッションだこれ。待って待って、お前三速に上げれんの。あ、なるほど、下下か。ここでちょっと粘っとかんと。なんでの。あっ、待て待て、一足ドリフトかこれ。なんでお前4速入れたら下がるんだこれ。3速がマックスか。めんどくせえ。いやもうオートまでええですやんこんなん。イラつくが。3速、なんでの。
やはりタコメーターを上げとかればなんで下がるんだ三速で。おいこれもう二速じゃん最高。どういうことや。しかもブレーキかこれ。なんでなん。二速でいいよ。そういう方。ギアこそ。ギアつくが三速で走るぞ俺。一速からやっていかないかんってやつかこれまさか。右上のアイコンを見ろ。右上のアイコン壊れたんかギアが。あパーツが壊れたんかあの事故って。なるほどそれで2速しか出んということなら納得じゃわ。3速が死んだってこと。そんなんもうその時点で罪ですやん。はあギア壊れた。なんだこれ。買わないかんのじゃないんかこれ。お、あ、振り分けれるんかこれ。それはどうにもならんわ。サスペンション。ホイール。ギア。ギアに全振りでいくわ俺。これならとりあえずなんとかなるじゃろ。ギアの性能がいいんじゃないか。ふんっていうか最初から4速なんかできんかったけど俺もう速い。ふんっつよぴよ。おおいいぞ快適快適。うん4速で走れたらこっちのもんよ。めんどくせえいちいち一足まで落とすの。すぎんかこれ。なんだってこれ。プリウス。シフトチェンジは俺もさすがに昔やりよったからな。どう。タイヤ壊れたか。いや大丈夫今日はやっぱりギアは強い。上げとるだけあって。大体邪魔すぎやろこれバイクとか。俺は早い。キキ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 次の目的地まで。
無理よこんなん。タイヤない。クソマジクソ。ちょっとやりたいよな、やっぱりゴルフも攻めてみたいと思ってた俺。マスターズ渋子、渋子で行くわ俺。でやるんか。え、ドライバー。おう、あーむずい。キルキル、マリオよりかはマシやな。すごいこんなん全然わからんやろ。先を見る方法とか教えろ。これだけでお前捉えって言うんかい、このミニマップで無理だろなんでお前旗が見えとんのおかしいだろ。おい、シナースリカバリー、ポーズしたら画面が、あ、なるほど、芝目まで見えるわこれ、リアルっすな。何度ぐらい飛ぶかとか教えろやこれ、わからんわ。何バンド、何バンド打ったらええんぞこれ。ここでお前ドライバーで打てって、お前まあまあ鬼畜やろ。体で覚えろ。9番、8番ぐらいか。まずどんぐらいパワーでどんぐらい飛ぶかぐらい教えてよ。 S か P かな。じゃあ P でフルマックスでええぐらい。待てや、おい、なんぼど、芝目は、距離、情報がなさすぎる。これ、P8 割、パターで8割、8。強っ、おっ、入った、パー。意外と俺、うまいかも。トゥトゥトゥ。吸い込んだ。アウトオブガンチューみたいな、難しいよこれ。わーし、わーさっきと同じところ同じやれ。これはいけるじゃろ。なんでこんなにずれるかな。ファイブや、四国を。ここのドライバーで思いっきり行くで。
音曲がるやん。風、あ、風、風なんかどこで見るんすか。これこれ飛びすぎた。おい、思った通りの足が出た。66ヤードということは、66って言うと6でいいんじゃないだろうか。これで66ヤードが飛ぶってことじゃない？いや違うか。そもそも9は何歩ぐらいな、そっから教えてくれや。大体このサンドウェッジでフルパワーで何歩な。甘えんな。ハンドウェッジ P でちょっとフルマックスで打ってみよう。ここ大体70やな。 P のフルマックスで70と見たか。ということはここはサンドウェッジの半分ぐらいでいいってことだ。こんぐらい。あーちょい、でも飛ぶな。むずいがこれ、そんなん無理よ。よし、俺は芝目だけは読める。残念ながらこんぐらい、これで終わり。こんぐらい。おおおお、ビンゴルとか古る、古いわ。12。これが本当のゴルフよ。プラス8だ。1打で乗せに行くで。わい、風が強いな。今旗の揺れで俺分かったわ。これは強いで。7メートルはある。これでフルマックスや。いや待て、168、6番でよし。左上に書いとるで。見てた俺は。5番でいいぞ。5番か。はい、嘘つけや。あんた全然届かねえか。まあでもこれで大体分かった。5番で130ってことは、4番で140、150、160、170、180、200。だいたい200じゃん。そうな、こうや、きっとそうなはずや。上に1メートル。え、なんであそこから打ってんの。こっちが7メートル吹き寄ったのに、こっちに来たら上に1メートルになる。おかしくね。これはサンドウェッジでええで。サンドウェッジの半分ぐらい。よし、寄るわ。まあまあ下っとる。これで力があったら絶対入る。半分ぐらい、こんぐらい。なんでこんなに。ということは今のを踏まえたらもう分かったね。半分ぐらい。ちょいちょい。ダボ。
でもちょっと学んできとるじゃん。落ちんかったらええわ。パー5か。フルバックス。てて、うわ、よっせなんでだよこれ。ひどいゲームだ。相当わかるけんこいつ。風か。なんで7メートルも吹いてんだ。風に影響されすぎやろこのゲーム。115か。ということは5番で130だったけん120110。これだ。7番覚えてきた俺。はい、けるけるける、うまし。俺はもうほぼほぼ風がないことを考えたら8割やな。はいはい、うまくなってきてる。5メートルの風。しかし風は強い。風を考慮したらこんぐらいになる。しかも俺は絶対スライスする。これで良きじゃねえ。これなんで風の影響受けてないんだこれ。は？え、なんで7メートルになった。打つ瞬間に変わってないかこれ風。自動しかし上手くなってきた俺は。風風風風風ぞ。なんか影響受けてなくね。170は130 140 150 160 170 80 200か。1だ。捕らえれ出した。6メートル。これはサンドウェッジでフルマックスで置き半分ぐらい。8割フルマックス。風強いな。これ俺分かるで。8メートル。なんか。あんま影響受けんのよ。普通に打ったら。
バックスピンとかあるんかな、これ。こうやろ。こんな風が変わるんです。ラフの56 P の7割。サンドウェッジの半分。結構頑張っとるじゃね俺。リアルぐらいの戦績なんじゃないの俺これ。18ホールもあるんだね、無駄に。プラス19。これはむずい。ここでちょっと学ばそうとしてるな。これはサンドウェッジでまず刻む。7割。9番ぐらいやな。9番フルバックス。からまさかのドライバーで、俺のドライバー雰囲気で打つな。ここはちょっと刻もう。一回4番ぐらいで、いや6番でいいわ。こんなんむずすぎるよ。すごいわ。5番はフルマックス。うわこれひどいわ。6番フルマックス。よっしゃー！ ダメって！サンドウェッジの7割。当たるか。マジむずいわ。よし、ここだけは入れたいと思ってる。ちょっと上り入っとるけん強め。8割。コンの俺のうまさよ。トゥ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 。しぶこちゃんの学んできたんやで。しぶこが覚醒してきた俺の中の。
ここは3番フルマックス。トントン、やめて。サンドウェッジフルマックス。ダボ。下手すぎる。ちょっとでも上手くなってきたと思わんか。捕らえれ出したけん俺。スライスがな、どうにか。なんで7メートルの風からいきなり無風に変わるんだ。おかしいけんこのゲーム。影響受けすぎやって。このトレン勝った時の台風よ。3番フルマックス。待て、2番やな。2番フルマックス。ハハハハ。5番ぐらいフルマックスかベストか。落ちてくれよ。PP の6割。だいぶ分かってきたな俺。しかもこの芝もあんまり気にせんでええと見た俺は。影響受けず力だけ5割。あ、上りか。強め打ったら入るなこれ。ダウンロードで変わるだろうが。ダウンロードやったらダメなんや俺は。俺はカセットで買わないかんのよ。俺はダウンロードの時は絶対やらんの。教師があるけんの俺も。老害としての。笑われるで。いや、子外に貸してやるんじゃ俺は。クリアして。カセットフーフーする、する。老害としての意地にござる。イラつくな、ほんと。ご飯をやるの、自分で買うのは嫌な模様。スライス限定。わ。ナイスリカバリー。
もうさすがに入れるで俺も。これは6割5割ダメだもうこれやめる。俺には才能がなかったゴルフの。もっと才能があるものを狙いに行く。なんなんこのゼルダのパクリみたいな。厳選 PSY。 なんかすごいゲームがあるな。ニュートピア、イースアンツー、やーよイースなんか。もう終わったか。しょうがない、俺が R タイプの一面ぐらい解いてやるかの。でいくん、せめてブーストを俺にオプションをください。あー、これがあればなんとかなる。はい、もうこうなったら地獄。もうスライドつらい。せこいよ。これうますぎる。一面は得。めちまえ、行く。大丈夫、勝てる。こいつはいる、絶対スピードアップはいる。待て、いいこと思いついた。おいおい、ケツにつける。おい、ケツケツ。うわぁ夢じゃこれ。
せこいわ、早すぎるもう考えもんじゃな。そして上を潰す。おっあーす、持ってる。違うよ、絶対一面は解けるはず。ちょ待てって、ここでこんな死ぬやつ。もう分かった、もうさすがに俺も学んだ。あのスピードアップはマティエ。おバカ、おいこっち来い。なんだこいつバカが。でっておおっち、おいおい、ビットビットビット押せ。うわこんなん無理よ。途中からかな。ダメだろ今のは、おかしいよこんなの。もうやめろ、マジで。くそ、逃走。古いの章、ニュートピア。スーパースターソルジャー、どれだ。キャラバン公式認定ソフト。時空新世紀。シューティング諦めろ、頑張れるな。どうする、ネオシーザーが今大体似たような感じだな。この当時はもう出すもんネタもないんだろうこういうんしか。おうおうおう、縦スクロールですか。これはパワーアップアイテムか。おお
なんだ、いいぞ。スピード感が、何やってるかよくわかんねえ。さっきの方が良かったな。黄色黄色、火炎放射、緑緑、雷雷、映画雷、映画雷で行くわ俺。さらに強くしていく。トゥトゥトゥ、これだけで勝てんじゃねえか。無敵無敵、これは頑張れそう俺。トゥ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 、強え俺、強え、全方向いける。トゥトゥ、緑は取りたいが、変なん取りたくない。逃げる、これで十分いい。土に飛び込む、ボッコ。こんなんどうやって勝つんだよ。待てって、もう無理よ。待て、いけるかもしれない。最初から、もしかしてこれ。無理無理無理やって、こんな。みんなも頑張ってるんだ、無理よ俺には無理。昔のゲームは難しかった、それでいいじゃないか。障害は鍛えられておる、こういうゲームで。きっとナス、平和キッズ、これでいったら勝てそうな気がするかな。やはり雷、俺は。避けてもないのに避けた気になってる。ほぼ全パターンやってるから、しまった、バカした、うちアップだ。これだ、受けたる。
わあ無理よこれ。まら、俺には無理だった。やはり。所詮令和キッズには無理なゲームだった。トゥーンテゥーテゥー。アルキューレやっとったら間違いない。これは銀河無形伝説サファイアはどうな。ただそうなんだ。ときめもな。キャラン釣られたろ。やってみよう。アーケードカードプロ。いや、シューティングじゃん。ノーローディングしよう。綺麗。西暦2092年、喋る。繁栄を極めた人類はやがて訪れるであろう落日に向かい、次第に疲弊していくかのようであった。しかし同年、人類積年の夢であった反重力物質ネメシスの発見により状況は一変したのである。ネメシスだって。輸送、交通、建築などあらゆる分野が飛躍的な進歩を遂げる中、人々が最もその興味を示したのがネメシスのある特殊な使用法による時間渡航、タイムトラベルの実現であった。政府は一般でのこの使用法を禁じ、時間渡航禁止法案を定めたのだが、非合法での渡航犯罪が急増。ついに対時間渡航犯罪捜査局を創設するに至ったのである。時間警察だって、時空警察だ。のび太くん待ちたまえ。アラート。豚やん。ビッオートマかな。喋ってないぞ。トゥトゥン。なんで不敬なんだよ。そうやな、これかな。いきます。直ちに急行せよ。了解。え、おお、時空警察だ。時空府警だ。あはは、なんでこうすぐにパワーアップするかな。まあまあ弾幕ゲーじゃないですか。時空警察だ。いや、コンティニュー。トゥトゥー。おーっと、なんだ、無理やって。こんなひどい、これはひどい。警察も不敬、死にすぎだろ。いやでも死にながら進んでいけるぞこれ。どうすか。ネメシスだ。
カッター、コロナ、なんだ違うのか、ボスとこれはコントラスピリッツ、いや無理やろ、こんなん避けれるかバカが。優しいな、これくれるからな絶対。いやこんなん避けれるか。コンティニュー取りながらワンチャンクラスっていう、それしかねえ、俺が勝つためには。バーニング、おボスか、おっ、わあっゲームオーバー、あっ時空警察は死んだ、オッケー、あさよなら。滅亡、ときめき、メモリアル、やろうかな俺、ちょっと落とし行こうかな、いけいいや、恋して構わん俺、長い長かったら嫌なんだが、トイレ